はい、ということでね、こんな感じでいろいろ素材をね集めておきました。集めてる最中にちょっとあの子がね、あの近くに寄ってきてしまって、めっちゃ怖い感じになってんだけども、これ倒せるかな。テリジノサウス、そろそろ私倒せるかな。ボウガン使えば倒せるかな。革装備とボウガン装備で、まあいいや、向こう行ったしね、ちょっと無理しないでやっていこうかなと思います。はい、見てください。これ石が100、200、300、400、500、600の、1800の約2000個近く。そしてこっちが、火打ち石400個ぐらい。金鉱石意外とねツールに使うもので、ね、集まんなかった。で木材が600個以上、700個ぐらいで、藁がまあ1000個ぐらい、こんぐらい集めたんでね、多分拠点作れるよねきっとね。で今回はあの普通のなんつうの、今までみたいに家みたいな感じで作っても、多分そのさっきみたいにさ、横に来た時に攻撃されちゃうと思うんで、ちょっとね上にクイーッと上げて、それで上の方になんか作っていく的な感じのものをねやってみようかなと思います。ってことで石の柱をとりあえず何個か作ろう。5個ぐらい作っとけばいいかね、とりあえずね。ツリーハウス的な、そうちょっと2メートルぐらい、3メートルぐらい上げたところにね拠点を作ろうかなみたいな。これを上の方にカッカッカッカって上げればワンチャン、それでね高いところに拠点ができていい感じになる気がするもんで、ほい。さらに上にこれさ、はしごとか作った方がいいのかな。はしご、ちょっと待って、縄はしご背高な建造物を上り下りするための簡易的な縄はしご、既存のはしごを伸ばすのにも使うことができる。こうやってさ、マイクラみたいなはしごなのかな、それともさ斜めなのかね、どうなんだろう。とりあえずこれ取って作ってみようか。一応ね、はしご、繊維がめっちゃ使う、繊維、こうして繊維、これじゃない、これ藁だ。繊維、うわ、ちょ、近い、どこから来た、いきなり木のはしごもある。あ、ほんと木のはしご作るか。じゃあ木のはしご、あ、斜めっぽい。あ、木のはしご、でも私の思ってるはしごと違うんだけど。待って、私の思ってるはしごはそのマイクラみたいにこういう、ここからこうやって登れる感じのはしごが欲しいんで、私それは縄はしごじゃないとダメかな。やっぱ繊維ちょっと持ってくるか。まあ軽いから大丈夫だよね。ちょっと一回帰ります。いっそ階段と言っても、階段にしちゃうと恐竜が登ってこれちゃうような気がして、それだったらもう上に作る意味なくないってなっちゃうもんでさ、だもんではしごにしようかなと思ってね。マイクラ的な考え方なんだけどね、マイクラ的な考え方でこう上に伸ばしてはしごやっとけば、あのモンスター登りにくいっていう考え方なんだけど、できるかな、ちゃんとできればいいけどね。繊維結構持ってたはずけど、どうだっけな。木のはしごもマイクラのはしごと同じ。あ、ほんと？じゃあちょっと作ってみよっか、木のはしご。なんかやっぱこっちの方来てるしね。ここからさ、一回ちょっと戦ってみようかな。今矢いくつ持ってる？19本。一撃だいたい90だとして19本で2000近くはダメージ与えられるけども、2000あれば死ぬよね多分ね。19本もあるからね、全て当てればいけるでしょう。あ、登れない、登れる。つか、こう私が登れるってことはテリジノサウルスも登れるってことだよね。いいや、もうあっちいるからいいや。ちょっとあ、脱水症状になってる。よいしょ、水入ってる、素晴らしい。じゃあはしごを、木のはしごを作って、木材で、よいしょ、木のはしごを、ほい。とりあえず1個だけ作ってみようか。じゃあね、これがどんな感じになるか、ちょっと待って、めっちゃ見てる。いや、近い、なんでこっち追っかけてくるのさ。え、マジでか。いや、もう本当にこの子嫌い、マジで。何がしたいんだろうこの子は。もうこれ倒すしかないね、これね。ああ壊れちゃった。この仕様どうにかなんないかね。おお、痛い、死ぬ。この子ひどいな、本当に。やばい。向こう行く前に、もう一個作るか。いや、もう何も残ってないからな、こっち、多分。ああ、一応これはあるか。眠らせることはできるな、でも。一応眠らせるのをやってみるか。うわ、全部壊されてるもん。よし、ちょっと当てるか。よっ。こんなことをしてる間にさ、あれだよね、タンスのアイテム消えちゃうから、
遠く行ってんだったらもう無視しよっか。装飾でも攻撃してくるもんでね、ほっといたら攻撃されちゃうんだよね。先にあれだよね、棚5個作った方がいいよね。棚、あ、1個しか作れない。なるほど。でまたあの子こっち来るもんでね、ここにこれあと何分だ。すぐにさ消えないんだったらさ、ワンチャンあれだよね、あと3時間か。3時間だったらさ、もうこっち作っちゃってそこに作った方がいいよ多分ね。ここにもう一回棚置くよりもさ、うん、ちょこの上に乗せたい、この上に、この上に乗せたいんだけども1個下にたがっちゃうねこれね。このちょうど上に乗せたいんだけど、それはできないのかな。それが使用、あ、これ以上上には置けないんだ。あ、なるほどね。じゃあ同じように1個上に置いた後にまた1個上に置くようになるのかな。ここに置いて、さらにこの上に、あ、1個ずつ置いていく感じなんだ。あ、こんな感じね。ええやん。どうこの高さ。こんだけ高くやっとけばねえ、いいんじゃない。はしごはこれ置けるかな、置けないかな。土台がないと置けないかな。お作ろう作ろう、はしごもっと。これさ、このはしごの上からさ撃てばさ、ワンちゃんテリジノサウルス倒せるんじゃね。正々堂々攻撃できるんじゃね。これ思ったのと違う。あ、マジで私これを求めてたよ。でも私はねえ、こんなんが良かった私的には。動けない。あ、そっか、これ入れ物じゃないからか。なるほどね。捨てよう。捨てた場合は何分？ 2 分か。2分か。ちょっと待って、先にじゃあこれを置いて2分以内に、よいしょ。おいいで登る、いいで登るんだ。おーできたできたできた。で、こっからどこ行きよった、テリジノサウルスどこ行った。倒せる状況が整ったら逃げよったよ、あの子。そしたらどうしよう、石の土台作れるかな。今の材料で石の土台じゃなくてもいいのかな、木の土台でいいのかな。ワンチャンさ、もっと柱をバン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 って立てて、で、あの上の方は別に木でいいのかな。壊されないかな、こんだけ高ければ。それとも安全策でちゃんと石でした方がいいかな。いっぱい石集めてきたから石やるか。土台を2個ぐらい作っときますか。で、これをここに、石の土台を設置できない、地面またはスナップポイントに接していません。これもう一個ここにさ、柱を立てれば乗せられるのかな。柱5個作んないと、また天井しか無理これ。あ、ほんと土台じゃこれ上の方には無理かな。足装備してなかった、そういえば。あれ、ある、ないや、ないびっくりした。天井の上にさ、収納ボックスとかって置けるのかな。置けるよね多分ね、天井の上って。2階建て作れなくなっちゃうもんね、そうしないとね。天井は、あ、天井は置けるけども、思ったのと違う置き方してんだけど、これさ、ここで天井置いた場合ってさ、はしごってどうなるんだろうね。置いてみりゃいいか。はいはいはい、まあそりゃそうだよね。ってことはやっぱ柱はもうちょっと置かなきゃいけない的な感じか。別のところに柱を置いて、これは登るようで他をやんないとっていう感じ。はしごで登るの意外とあれだね、じゃああんまりよろしくないかもしんないね。ハッチというやつがある。あ、ほんとありがとうございます。ハッチね、これか。木のハッチ枠、石のハッチ枠はある。ハッチで検索せばいいか。よいしょ、ハッチ、木のハッチ枠、石のハッチ枠あるね。じゃあこれで石のハッチ枠を取って、これを使うことであそこできるんだ。ハッチ枠は後からつけるのかな。ん？おー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 もうちょっと上に乗せて、あ、ここできるじゃん、ここ。これで登れる？置いてみりゃいいか。あこれ使い方が間違ってる的な話だよ多分ね。よいしょ、ここが天井の端っこになればいいと思うんだけども、木のはしごってさ、後ろに何もなくても置けんのかな。天井を置いて、はしごを、あ、なるほどね、そういう置き方できるんだ。あ、おー、で、これを下にブヤーってやってけんだ。今まで作ったはしご壊さないと、これ解体する。わー、で、また同じように作って、上から順々に下ろしていけばいいと。ほい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 、これで登る。よいしょ。おー。
おお、伸ばれた。これで、周り屋根を伸ばしていけば的な話か。降りるとき、これめっちゃ結構大変じゃね？これ以上いっちゃうと落ちちゃう。あった。あおー。今のこの仕様だと降りるのめっちゃ大変なんだけどね。まあまあまあ気にしないでいきましょう。